セレンディは価値競争のための三菱電機のデジタル基盤です。 DX イノベーションセンターでは DX に関わる多様な人材がセレンディを活用し、技術力と創造力を発揮して新たなサービスを提供しています。私はセレンディの中のデータ分析基盤の開発をしています。7名程度のチームで開発をしているんですけれども、そのプロダクトオーナーという役割で開発部の方向性を決めてチーム開発を推進しています。私は朝まず9時頃に出社をしてコミュニケーションツールのチェックをします。で、9時20分からデータ分析基盤チーム内のデイリースクラムといって15分ほどで進捗だったり課題の共有をします。で、その後は技術基盤全体のチームのデイリースクラムで、その基盤全体の観点で課題の共有を15分ほどでします。そこから1日の業務が始まっていきます。で、その後はその関係する社内外の人との打ち合わせ、またチーム内の作業会にも参加して、モブ作業といってチームの開発チーム全員で同じ画面を見ながら、開発内容について相談したり、何か判断をしたりってことをします。やりがいを感じるのは、チームで課題を解決していく取り組みを通してチームとして成長していると感じる場面です。で、一つそういう課題を乗り越えるとチームの実力がどんどんさらにレベルアップして、もっと難しい問題に対処できるようになっていくっていうところが、チームとしての成長を感じるところがすごくやりがいになっています。今のこの DX イノベーションセンターはすごく行動力のある人だったり、何か新しいアイデアを出したら乗っかってくれる人がすごく多い職場だと思うんで、複数にこう喋ってたりすると、あ、そのアイデアいいねってなって、ですぐに誰かがじゃあちょっとやってみましたとか、そういう新しい試行錯誤みたいなのがすごく多いですし、職場の雰囲気はすごく上下関係の差も少なくて、下からもすごく意見を言いやすいし、上からも率直な意見をもらえるっていうところがいい雰囲気かなと思います。終わりのない議論よりアクションをという DX イノベーションセンターのプリンシパルを大事にしています。変化の激しい状況の中で調査や計画をしすぎてしまうと、結局状況が変わって意味のないものになってしまいます。調査や計画は限られた時間で行い、すぐに判断して行動に移すというのを短いサイクルで実践することを意識しています。技術的には分散型のデータ管理というのは比較的難しい取り組みをしているので、プラットフォームエンジニアとしてその構築を先行させたいと思っています。実用的で価値のある基盤を構築したいです。今データ分析基盤では三菱電機のさまざまな事業ビジネスからデータを収集してきたりするんですけど、この事業自体が例えば鉄道の機器だったりエレベーターだったり、あとはその工場向けの機器だったり、さまざまなところからデータを収集して、そこから組み合わせによって新しいインサイトを得るということをしています。そういうデータの組み合わせで新しい価値を作っていくということを信じて大真面目に取り組んでいるので、データとか AI を活用して新しい社会の発展につながると考えています。